ハロー YouTube。 今日は北海道ニセコに来ております。このニセコ地区で昨夜非常に残念な事故が起きてしまいました。予定じゃん6合目ぐらいですかね。ちょうどあちらに見えるんですけど、ちょっといいですかカメラさん。ちょっとねガスが入ってますけれども、あの予定山の6合目ぐらいで昨日は非常に痛ましい事故が起きてしまいました。外国人のツアー客10名ぐらい、バックカントリーツアーで、要はスキー場じゃないところにガイドさんを手配してスノーシューを履いて持って行って、多分予定山の山頂の近くから滑り降りるツアーだったんだと思いますけれども、そちらの方で雪崩が発生しまして、残念ながら1人だけその雪崩に巻き込まれて心肺停止に陥って最終的に死亡したと、1人だけ死亡されたということで、非常に痛ましい事故が起きてしまいました。まあ、バックカントリーツアーはもちろん安定はオンリーリスクで、リスクを取ってご一緒にちゃんとサインをして持ってはいるんですけれども、やはり事故っていうのはね、起きない人がいるとかってるわけで、当然ビーコンって言って雪の下に待っても発進する発進機だったりとか掘り起こすためのスコップだったりとか、いろんなものを持っているんですけれども、それでも助けられなかったということで、非常に残念な事故だと思いました。地元のねこのニセコの人たちは、いや昨日のあのコンディションだと雪崩がすごく発生しやすいんで、バックカントリーは絶対やめた方がいいよっていうふうに、みんな言ってたらしいんですけれども、事情を知らない外国人の観光客の方が、もちろんね羊蹄山に俳句に行くぐらいですから、それなりの実力はあったんだと思いますけれども、それでも雪崩っていうのは本当に怖いということで、僕もね知り合いが雪崩に巻き込まれて複雑骨折したりとか、そういったこともありましたし、非常に危険なので、雪崩が起きやすいようなコンディションの時はぜひバックカントリーとかには行かないように、スキー場で安全に滑ってほしいなと思います。ということで、いってらっしゃい。you